こんにちは、セイクレットグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。セイクレットグランドの辛坊です。今回の動画では、当社で扱っているモテックというデータロガーについて話を進めてまいります。これはですね、3年ほど前に JP250 に使うため、えー、CBR250RR なんですが、この車両用に購入して。 昨年と今年はレースで使う予定がないために私の BT1100 に取り付けて街乗りでどういったようなサスペンションがの動きがあるのかそういったものを確かめるため昨日頑張って取り付けてみましたということで今後はこのデータローガーを使っていろいろとダンパーの仕様変更だったりスプリングの変更そういったものを検証していこうと思っています今回はデーータローガのの実際の画面を見ながら 説明してみたいと思いますが、街乗りでは皆様想像できないと思いますので、以前に筑波サーキットで木島の JP250 で走っていたキスレーシングの桜井芽さんという、彼女が2分6秒とか5秒台の後半でラップしていた、その時のデータを見ながら、データロー側のどういうものが見られるのか、そしてライディングとかサスペンションがどうやって動いているのか、さらにアンチスクワットというものがこれによって、 視覚的に検証されておりますので見ていただきたいというふうに思っています先にモーテックのデータロガーこれをちょっと説明しておきますと時間は1000分の1秒まで刻むことができますですからまあ本当に微細な時間軸でどれほどの変化量があるのか分かるストロークは0.1ミリそういう数字です少々見づらいとは思うんですけれどもグラフが 上に行くとストロークが深くなって下に行くほど伸びきりに近いその他 AF 系とアクセル回路をとっておりますでは実際のつくばの走行画面から始まりますがこの下にコース図一番上がダンパーストロークピンクがフロントフォークでオレンジがリアショック中段が AF 一番下の下の段がアクセル回路となっています、えー、ご覧のようにですね筑波サーキット走ったことある方は分かると思うんですがここの切り返し抜けて2部屋の入り口に今いるということになっておりましてこのグラフをですねずらしていくといろんな細かい動きが見て取れるというふうになっております例えばこのようにあのアクセルを閉じてからフロントフォーク リアショックの動きがどれほどのタイムラグ、時間差を持って動き出すのか、そういったものをこうやって細かい時間の動きで見ることができます。出口向かってアクセルが開いて、フロントフォークが伸びるとともにリアショックが伸びる、こう下方向に行く方が伸びなわけですけども、アンチスクワットによってリアが伸びるということがデータロガーの,この波形からも読み取れます。ご覧ください。アクセル開けて、 まだここは旋回が終わっていないそして出口に向かって車体が起きて直進状態になるとアンチスクワットレショがきつくなってリアショックは伸びるアクセルが全開になっているのにリアは縮む方から伸び方向に切り替わったということがわかりますで最終の入り口これはあのアクセルが全開なのに この AF の波形が変わるのはシフターを使っているからアクセル全開のままギアチェンジを行っているというのがここの図から分かるわけです。最終入っていってこのように入り口中盤でフロントが沈んでアクセル開けるアクセル開けるけどもリアは沈みつつこの先。 直進に入ったらリアがですね、大きく伸びます。フロントも当然伸びる。1コーナーです。このようにアクセルオフ、フロントが大きく、当然ブレーキもするわけですが、フロントが大きく入る。ピッチングによってリアは伸びる。フロントフォークは大きく沈んでリアが伸びるという、そういう状況で進んでいって、はい、そしてこのようにアクセルオフで、 旋回するフロントは伸びるリアは沈むアクセル開ける前後のショックが伸びるというこういうようなのが見ておりますですからこの部分リアが下にオレンジ色のグラフが下に行くアクセルは開くオレンジ色ラインは下に行くアンチスクワットが確認できますそしてこれはこの周回においてのストロークリアショックフロント方ーリアショックの あのピークですねどれだけリアが縮んだのかリアが沈んだのかっていうのが分かりますこの周回はダンロップの切り返しここで一回沈む場面が一番深く入ったということが分かります画面のようにですねラップ周回とあとその周回のピーク値を探したりいろいろなデータが取れますのでこういうのは非常に面白いと思いますが まあデータ量が多かったり、扱い、ソフト自体がもう10年ぐらい前から変わっていないソフトらしくて、少々こう、まあ、扱い、使い勝手の面では疑問符が出るような、まあ、モテクっていうのはそういうソフトではありますが、微細に細かいところを確認していくっていうのは悪くない、いい、使い勝そういった面では良いソフトだとも言えますま。だから古いソフトなんで難しいですね、この辺。 カーーーソルのの部分にストロークのピークピ値が出ているわけです。ダンロップの切り返しここで右でグッと入ってで直立状態そして左になるその右から左に切り返すそこの辺りがまあサスペンションにとっては一瞬で深く入る速度も低いのでグッと入るポイントとなっています。 そしてグラフを見ていただくと分かるんですが、このダンロップの前後、今黄色い線が出た、ここが1部屋の入りなわけですけれども、このフロントフォークだったり、リアショックとていうのはですね、ダンロップの切り返しは一瞬で終わるんですけれども、1部屋、2部屋っていうのは、少し負荷が回り込むコーナーなので、負荷が大きく長い時間かかっているために、ピークは 一番高くななっているわけではないんですけでんすれどもしかし全体としてサスペンションが沈んでいる時間が長い伸びている時間が長いっていうのがこの1部屋2部屋の特徴だと思います。というようにですねデータロガーからその周回数で一番沈んだポイントそして沈んでいる時間が長いアクセルガイドとの連動そういったものが読み取れます。 私どもが使っているものはチャンネルが4つしかないのでここに本来はブレーキの圧力さらにはですね打角センサーとかそういうものをさらに追加していけるともっと面白いんですが今回はこの程度のデータ量となっていますさらにチャンネル数を増やして微妙に取る量を増やしていきたいそしてデータロゴをもっと使いたいということもあるので BT を街乗りだけではなくてサーキット まあどこのサーキットって決まってるわけじゃないんですが走れるところに行ってダンパーの変更スプリングの変更車高の変更によってどの程度こう現れるのかっていうことを検証していきたいと思っています。もしかしたら予算に余裕があればロガ本体はそのままにセンサーを私の持っている C 型 9R に取り付けてよりレーシングスペックな車両でサスペンションの動きアクセル回路というものをいろいろと見ていければもっと面白くなるのではないかそのようにも思っております。 とということで今回はデータローガーっていうものを見ていただいてこんなふうに使えて面白いそういう説明をしてみましたこの他にも泥ーも持っていますのでこの泥ーとモーテックこの差どれほどの精度の差があるのかっていうことも検証してそれによって泥ーを使う時の指針ドロガーってこれぐらいずれてるもんだから えこのその差を考えてだいたい傾向としてこんななんだよみたいなことを説明できれば面白いと思っておりますのでそういった撮影が終わればまたおいおい更新していきたいと思います今回はご覧いただきありがとうございました今回もご覧いただきありがとうございます次回の動画も楽しみにお待ちください